いった多分新生お姉ちゃんに完成したらいけるで、どうすんのこれが新生お姉ちゃんかお前映画見てんなこと言うなどうすんのこれこれで、お蝶がちょっと出るところしっかりタッチしてもう出てきた瞬間ぶったたいとくあ、そうそう下あ、そう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 です嘘だあ、違う、戻ってこれ戻ってるよあ、どこだ、落ち着いて一回見回そう、あれどっちだ下から来たから上に、上に上がってくんだな上かだよな上でしょうねてめえ、ふざけるなこれ本当にお前のよくあの大蛇のパリ気づいたねパリだったんですよね地名だ俺、2、3あんのかと思った水に潜れるようになったってほんとだえ真珠水に潜れるようになった出ましたどいつだあ、マジっすか、うん、いや、よかったあ、なんだいや、でも全部でもかわしましたね。あの月とかあれ以外は。まあ、回復量増やしたのがでかかったね。本当だってなんだよお前。え？水に潜れるようになったぞってお前本当だってお前どこ見て言ったんだよ。で、敵っすよ嘘つくなよ、お前適当に言っただろそう、うわお前どこ見て本当だって言ったか教えろよ、もう一回見せろ、今早く開いて見せろよおい早く開いて見せろよおいあの、ちょっと待ってくださいね、持ってるかな嘘じゃねえかよ、お前なんかてめえ、適当に今言っただろ、お前違う、所持品で貴重品で、うん、戦いの記録これっすね。あ、本当だ。水中に息づく類まれな強者と戦いの記録。はい。本当だ。そうなんですよ。悪いなんか疑っちまった。いやいや大丈夫です。疑いが晴れたんだよ。こんな時間に仲間割れしたらシャレなんだよ。そうそうなんですよ。だからやっぱクリアに向けて二人で今ね、そうですね。心が一つになってるのに。ちょっと僕もちゃんと見てたんだな。まあちゃんと一応で文章読んでやってました。うん水中じゃなくて死いやいや水中お前いや水中マジで水って書いてました水って書いてあった水って書いてましたじゃあもう水怖くねえな安心してください水なんだよあれはお前が俺適当に言ってんのかいや違う水です水か水中に行けるようになったんです我々よかったよかったはい奥のあれかあ水っつってたよこのああんじゃん水本当だ本当だってなんだお前どこで言ったんだよお前水があってお前嘘つくなよお前どこが見えるやろいや水があるじゃんえどこあ水じゃないのかこれ俺が試したんだよ俺お前あれ水見えた水見えたんだあ水見えたいや普通の水かと思って今もう試したんだよお前はいい加減に実況してねえからいや違うハートさんが行くからまあいいだろみたいな俺も喋んねえかんな今からもう10時間くらい滝が俺もギブアップすかんだもんこれはギブアップせるおい無理だよ俺もギブアップだギブアップちょっとないもんだよ俺ギブアップしたってしょうがないだよもう片方がギブアップしたらもう片方もやるのもそのルールは無理だよないんですよ本当は二人で行くかじゃあ本当ないルールなんですよ二人でちょっと行きましょうここからいや危なかったよいやいやちょっともうちょっとでギブアップするのかったこれほら水がほらガチだかんな俺そんな見え水中ってそんな薄い雫でいけんのみたいなことこれもう妖精の類じゃんそれそれで登ってったら水中ってそういうことじゃないだろ妖精モコさんここでスタッフさんからニュースが入ってきましたはいなんかこの後にすごい重要な分岐があるらしいんですよえ分岐この後すっごい重要な分岐があるらしくてマジっすか赤色のっすかそうで、はい、片方を選ぶと、はい最短ですぐ終わる、すぐっていうか比較的早く終わるんだって。もう一個の方の分岐を選ぶとどうなら続くんだって。はい、どうします？お前はどっちがいるの？でも赤色はねもうめっちゃ楽しいから。やるっしょ。え？で長くいくっしょ。まあ。長い方見せよ。ちなみにその短い方は内容は難しいんですか？分かんないだから。内容は分かんないけど。短いってだけ。うん、まあ全然難しいなら短い方でもいいですけどね。まあだから
やっぱストーリーをじっくり見るんだったら長い方、うん、なんかとある分岐があるんだって。あ、そうなんだ。このボス倒したら、あ、じゃあこっち進んでいこう。うわちょっとタンポポ見えねえ。タンポポうざいっすね。タンポポが見えん、マシ好きかこれ。好きか。モーションが見えずれ。その力だ。あ、そっか。なすべきことが。弾け。手どっちかっていうので、先に行っちゃった感じですね。何言ってくる、全然わかんねえよ。何それ、お前しか分かってねえよ。俺じゃあ、おのこちゃんがね、タンポポの芝刈り機でちょっと見える。ここにしとくって頼んでいいか。それがちょっと僕の役割だったんですけど。2人で頑張ろうぜ。心が折れない。